ホーム金沢です。前節からスタメンが3人入れ替わっています。ゴールキーパー白井、ディフェンダー左から長峰、庄司、松本大輔、松田陸、そして中盤の底に藤村、左に松本博也、右に小野原和也は今シーズン初先発、そしてトップ下2列目に島田慎太郎、両ツートップは左に大谷、そして右に杉浦、そして一方の熊本です。こちらはスタメン1人入れ替わっています。ゴールキーパー田代、ディフェンダー左伊予葉、姿黒木、そして中段の底に川原、左に竹本、右に阿部海斗、2列目伊藤俊、3トップ左から杉山、高橋、坂本浩樹、松田里、ここは積極的にアプローチに行きますが、松本博也、島田から縦のボール、大谷、いきなり振って田代飛びついた、ファーストシュート、大谷のシュート、ちょっともうワンクッション入れるかなとも思ったんですけど、大谷選手しっかり振り抜いていきましたので、立ち上がりとしてはね、こういう姿勢大事ですよね。ここまでご覧になって両チームの印象いかがでしょう。そうですね、熊本の方は、まあ、自分たちがやろうとしていることをこうきちんとやろうとしている印象ですね。前にボールを運んだ後も10番の伊藤選手しっかり残って、さあ狭いところ抜けてきた小野原だ、小野原から左、大谷、少し足元、しかしこのシュート、最後松本博也、もう一度、さあ高い位置ですが藤村、このボールは竹本がコントロール、一旦下げて姿、川原がここからタックを、阿部を使います、阿部のクロスダイレクト、ゴール前、決まった、最後は高橋俊樹、熊本先制1対0。素晴らしいゴールでしたね。クロスも良かったですし、合わせた方もね、難しいボールでしたけどしっかり合わせていきましたよね。ここのスルーパスに反応して外側に行きながらだったんで、ちょっと阿部選手無理な体勢かなと思ったけど、よくこうワンタッチでね上げましたし、あのタイミングで上がってくると思わなかったんでしょうね。ディフェンス少し予測が遅れましたよね。そこに高橋選手は与えたスペースにしっかり走り込んで、まあ、ひねりながらではありましたけど、まあ、この形もねフォワードとしてはやってると思います。こう当てに行ったというかね。小野原のクロス、ゴール前、こぼれたところ長峰が回収、一旦下げます、内村、グラウンダーの縦のボール、本当に追いつく、もう一度直接上げてきた、ゴール前、杉浦落として、決まった同点、金沢松本博也、杉浦の落としたところ、しっかりと狙いを済まして移籍初ゴール、1対1同点、1回深く取りに行ったんですよ。で攻撃ダメでやり直してワンタッチで上げたボール、杉浦選手非常に冷静に中折り返しましたけど、その前のこう藤村選手のね、この大谷選手のスルーパスが効きましてね、これで相手のディフェンスラインがしっかり下がる、でバックパスで上げるところをまた入れ替わってね入ってくるっていう、ここ捕まえられませんでしたからね。狭いところでパス交換から杉山、持って上がる杉山、向こう側坂本浩、坂本得意の位置、右足振り抜いてきた、決まった、金沢の選手はオフサイドをアピールしているが、カットインから、まあ、シュート打った瞬間のポジショニングのところですね、はい、ゴール認められて、はい、熊本が追加点2対1、再びリードを奪います。早いタイミング、豊田振らして平松持ち上がる、ラウンダーのボール少し流れた、これは松本博也、左から長峰、長峰のクロス、頭で戻して、豊田のシュート、金沢同点、
まあ、長峰選手今日2本目ですね。この左のクロスワンタッチで上げる、またこれを折り返す、まあ、サイドバックの左のサイドバックの長峰選手のクロスを右サイドバックの小松田選手が折り返すっていうね、カナダとしてはこの押し込める時間帯を作ってしっかりゴール決めるべき人が最後決めるっていう形作れてますので、形的には非常にいいですよね。でやっぱりこれだけ揺さぶられると熊本ディフェンスとしては守りづらい。この松本大輔もターゲットになる選手ですよね。そうですね。さあそしてゴール前田代、うん、面白いボールだー、わずかに枠の上。ただこうやってゴール前にやっぱり人数かけていくっていうのは非常にカナダにとっても重要なことでもありますし、このセカンドボールも含めて熊本チームの、ね、集中力まだ切らしてませんので、さあ間もなく追加タイムの目安4分台に突入していきますが、ここで奪った熊本前線へ、先に追いついたのは金沢の藤村。4分台に入りました。あ、そしてここで試合終了、2対2ドロー。金沢はホーム初勝利とはなりませんでした。